さーて、それじゃ揃ったことだし、始めようか。モロハハイムラのランク S 認定に関してだけど。秘訣、それでよかろう。ロシアの雷帝に同じ。自分は賛成だ。彼はそれにふさわしい力を持っている。他のみんなはどうかな。私などが皆々様に口を挟むなど、滅相もございません。そもそもそのなんとか君の実力を測るにはあまりにデータ不足なんじゃない？大丈夫、モロハは Q の頭を持つ多頭種をほふったほどの猛者だよ。その証拠は？クズオロチはハイムラ君が即時殲滅した。記録を取る余裕もなくな。語るに落ちたとはこのことじゃ。出直せ。ん？証拠もなしに認めろとはよくもぬけぬけと言ってくれた。それじゃあ私も賛成はできないかな。待った、君たちの言い分はもっともだし、僕も最初は疑ったよ。だからこの身で、まさかこんな奴が今。どうしたんだいアンド。メタフィジカルだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。目標の速度、依然変わらず。了解、距離を保ちつつ追跡を続行せよ。了解。全長300メートルだと。ドレッドノート級なんて目じゃないってことか。シックスヘッドはこれをフォートレス級と命名したそうだ。で、現在の位置は？日本海を南下中。1時間後にこの島の沖合を通過し、本州へ上陸する。あんなのが上陸したらカタストロフです。応援はいつ来るんです？日本支部からは我々に撤退命令が出ている。日本支部長が不在の状況で、未知のフォートレス級に対し迂闊な攻撃を加えてはならないという判断だそうだ。下船な。支部長のイギリス行きには校長も同行しているのだろう。はい、マリオ姉ちゃんのトランスポータルならすぐに帰ってこられるです。詳しくは分からんが、上には上の判断があるということだろう。隊長は従うんですか？命令は絶対だ。それに隊を預かる者として、勝ち目のない戦いに諸君らを連れていくわけにはいかない。十分に距離は取っていたはずだが。よほど知能が高いのか、それとも攻撃的なのか。これで分かっただろう。一刻の猶予もない。今すぐ荷物をまとめろ。島民の避難はすでに始まっている。我々もそれに同行し、この島から撤退する。どうした？
俺様、急にお腹が痛くなってきた。これは本当に帰って一緒に見てもらうしかない。止まって。マロハ、部屋に戻って準備しよう。これは面白い。アンド、そこから一歩も動くことまかりならぬぞ。何を理不尽なこと言ってるのさ。こんなやつシックスヘッドが陣頭に立たなきゃ倒せるわけなんかな。何が理不尽なものかい。日本にはランク S になろうかという男がおるのじゃろ。ならば安藤が戻る必要などないではないか。名案だ。しばし眠れ。その方が貴様を苦しまずに済む。意外と優しいところがある。褒めて使わそうか。寝顔は年相応に可愛いではないか。君がやるしかないってわけか。モロハ。皆さん、落ち着いて避難してください。船の数は十分にあります。落ち着いて避難してください。本当にいいのか、マヤ。はい、マヤも皆さんの力になりたいんです。シズノ、ブーモン、サツケ、もう逃げるだけは嫌なの。撤退じゃなかったんですか。ストライカーズはね。でも今の僕は隊長でも隊員でもない。ただのイセルギ人としてここにいる。女の子のたった二人も救えないで、何が救世の剣だ。あの言葉胸に刺さったよ。たった五人だが、それでも戦いようによっては数え間違えてるぜ。船に乗り遅れちゃったです。私たちも戦わせてください。お願いします。尻が地球よりも重い。だからこそ私も戦う。君たち、それより号令じゃないかな。あ、いや、今の僕は隊長ではなく。それくらい融通を聞かせろ、この石頭が。我ら救世の剣なり。 We are the Savers。民と平和と正義のための一撃なり。 We are the strike for our people, our peace and our justice。 音ですか。そうだ、最初に被害に遭った漁船は派手に音楽を流していたそうだ。そして自衛隊のヘリはローターの爆音で。そう、フォートレスは音に敏感に反応すると考えられる。我々はこれを利用して布陣を組む。まず港のサイレンでフォートレスを誘導。クロマ部隊はシモン君の張った結界をセーフティーゾーンとして利用しつつ左側面から攻撃。港の方に向かってる。作戦通り、さすがは隊長だ。まるで動く島だね。その際、白金部隊はクロマ部隊の援護に徹する。ただし桃地君はその速力を生かして各部隊の伝達役を頼む。そしてフォートレスの足が鈍ったところで左側面と正面へ二方向から単独攻撃を仕掛ける。単独って誰がやるんですか。左側面をこの僕が、そして最も激しい攻撃が予想される正面を。ハイムラ君、君に頼みたい。軽く言ってくれますね、隊長。止まった。このままじゃ包囲しきれない。なんだ、誰だ。ヒューカー、俺様一世一代の祭りだぜ。俺ってかっこいい。カミン先輩、あの日動き出した。
先輩。あんなの聞いてませんよ。無理です。説明はしたし無理ではない。そして貴様はもう戦場に立ったのだ。武田君。板は持ってるじゃないか。他にも確かめてほしい奴がいたら前に出ろ。ならば予定通り作戦遂行だ。つづる。レッドフルブリザード戦いのうちに全てを投げ打て。ライトニング、クリア。アイダマスクアート、インシネレード。喜ぶのは早いわ、調子者ども。巨中種がバグを持つのはよくあること。それを排除し黒魔部隊を守るのが僕らの仕事、忘れちゃいけないよ。了解。腕がダブレース。この石頭がか、的確だよ。だがそれでいい。行こう。純粋に愚直に。この合宿での自分自身もの課題、それは灰村君に一歩でも近づくこと。どうしたら君のような力を発揮できるようになるんだい。気の持ちようじゃないですか。どうか、ハイミラ君、今分かったよ。ミュージック、スタート。
クロマ部隊は左の脚部をすべて破壊、今は胴体部を攻撃しています。よし、あとはハイムラ君が頭部をこいつまさか。撤退命令を、一刻も早く。はい。心は燃えてもいい、むしろ心は強く、だけど頭は冷静でいろ。みんなをお願い、なんぞ。このプラン兄様が来てくれるまでは、私がみんなを
ん？おお、勝ったか。やるではないか。さすが俺の部下だ。ああ、うん。このなんとかくん、ランク S ってことで間違いないんじゃないかな。それじゃあ、こういうのはどうかな。まだ目覚めたてであること、学生であることも配慮して、彼が卒業するまではあくまで学生として扱うってので。3年間の執行猶予付きか。まあよかろう、いずれは俺の部下になる。疲れたな。疲れたね。ほら、足痛くないか。モラーこそ体痛くない。いや、不思議な気持ち。それさ、もっと気持ちいいことしましょうか。沈む？もう怪我はいいのか？ええ、平気よ。マヤさんに治療してもらったから。血色も良さそうだし、よかったわね、漆原。あら、さっき沈むと呼んでくれたのではなかったかしら、さつきさん。僕らも悪いのではないかしら。こちらなら柔らかいわよ。こら、まさか行くとの違いを聞いて。私がどうかしたの？みんなお疲れです。マーヤちゃんもみんなの治療よく頑張ったね。これくらいしか皆さんのお役に立てなくて悲しいのです。いやいや、十二分だよ。お前ら、この神様の活躍どうだった？生かしてただろうが。そういえばあの後どうしてたんですか？電波攻撃を受けてずっとスリーピーだったそうです。それにしてもランジョー、黒魔部隊を全滅から救ってくれたそうだな。今日ばかりは褒めてやろう。いや、それほどでも。だからもう休んでいいぞ。ハイブリマクロは私が代わってやる。これは副長命令だ。いい加減にしないか、神崎君。よそ手は返す。何も知らねえ、このルート。疲れた皆さんは今日だけは安らかに眠れるために、私は心の中で応援に来たのです。主、日本に行って一人クローテ参れ。よい。相手はランク S じゃ、あらゆる手段を許す。主の全てをかけてロシアの恐怖を体現せよ。はっ。虫頭のおねむの好きでハイムラを。神崎君の頭はトマトのように柔らかいね。次回第7話、銀髪の異邦人。続く。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。